はい、次にですね、裏巻き始めます。まあ、さっきのね、細巻きと一緒なんですけど、のりしろなくしちゃってください。もう全面にご飯がくる。そして、まあ、ごまなんかをね、こう、表面にこう、振ってあげると、綺麗になります。そして、こっちの面に、あ、これね、これ100均で売ってるラバーです。まあ、それを使うこともいいですし、ラップを使ってもいいです。わさびを入れて、で芯ですね、芯となるマグロなんかを入れてもらって、あとはもうこのまま巻き込んでいくと、まあ、そうすることによって、まあ、こういう裏巻きですね、はい、できます。で次に裏巻きを使ったちょっと飾り巻きをいきたいと思います。さっきうちの職人さんがスムーズにやってくれたように僕も頑張りたいと思います。まずはシャリが大体、裏巻きの場合は基本表巻きで 60g ぐらいだったら 10g ぐらい増やしてください。こののりしろの分があります。 70g で、これをこういう風に持ってきて 1,2,3 と持ってきたらこう広げてあげてください。まんべんなく広げてあげてください。で広げ終わりました。で次にごまを振ります。でひっくり返してわさびを入れます。で今回何入れるかというと、きゅうり入れます。そしてきゅうりとさっき使った卵を余ってたので卵を入れていきます。はい、きゅうりと卵を入れまして、でこれを巻いていきます。このままパランパランパラン。はい、でここまで行きましたら何がしたいかというと、さっき手巻きのセットでマグロとサーモンとエビとイカが余ってたな、これにこういう風にネタをね、ちょっとまっすぐじゃなくてね、若干斜めにこうかけていってください。斜めで赤いったら次白、斜め、次また赤で、次また白がないのでエビちゃん、マグロちゃん、イカちゃん、こういう風にねちょっとかけてっていただいて、またさらにこれをクッと巻くんですけど、ちょっとね長さが必要なので手前にずらしていく。これ家庭の場合はあのラップで十分できます。でこれでグッと、これも横は押さえる、横は締めるんですけど上は添えてるだけ。ネタ潰れちゃいますからね。はい、でこういう風にできます。はい、でこういったやつをじゃあ切ってみたいと思います。でこれを切るのも一緒、さっきと一緒、ポンと、もうまずこれ切れる包丁で切らないとネタスッてどっかいなくなっちゃうかねなのでしっかりネタを押さえて切れるところでパチッと切ってあげる。1、2、3、こんな感じかな。あ、これすごい。はい、こんな感じかな。あとはもうねこれをきれいに盛り付けていきたいと思います。はい、で切る時のポイント説明したいと思います。まず、まあ、のり巻きね巻いた後切るんだけど、まず半分の大きさに切ってください。半分の大きさでこれ切るとき大体目方というか手の大きさでこうやって半分ぐらいを推定してサクッと切ります。で切るときなんだけど、表面ののり1枚をまずサクッと切って、で最後下の部分をもう一回サクッと切る。1、2、1、2っていう感じ。そうすることによって海苔とご飯に負担がかかりません。よくこう潰れたりとかするのはここの切り方の問題もあります。はい、でこういう風にピッと揃えてもらって、揃え終わったらまた両端を揃えて1、1という風にやると、また均等に揃えることで高さの揃った海苔巻きができます。綺麗。こういうふうに入れていきます。はい。
なのであとはパッパッと切っていきたいと思ったんですけども、さっきのトンネル型の方、これはどういう風に切るかというと、切り方は一緒、半分のところでパツッと切ります。そして真ん中に芯が来ている状態で、だいたいね、このトンネル型っていうのは4貫落ちといって、こういう風にやります。そしてこういう風に持って、これはイカだという盛り方だったりとか、高さを出す盛り方ね、要は中身を見せるよりはこのシルエットで見た目を作ったりとか、もしくはこういう風にやる、チャンチキと言います。チャンチキ、イカダですとかチャンチキとかでこうやって対象盛りを作ったりとかでやっていきます。はい、今日はこれはイカダで、で次梅のね、お花に巻いたやつね、これも切っていきたいと思います。これも端っこ揃えてもらって、ピピッとで半分、これはお子様とかいたら4つでもいいです。それはまた半分、そしてまた半分、また半分に切ることで、これはお花が2つできます。こういうお花が2つできます。こういうお花が2つできます。こういうのね、こういうところにね、こういうところに置いたりとか、はい、していきます。はい、なるべく高さは揃えてもらって、で次中巻きも切り方は一緒、また半分に揃えて、はい、この後ろのところはこういう風に、で面の綺麗なところ両方どっち見ても綺麗だよね。こういうのをこうやって立てかけることによって、こういうね、立体感も出せます。はい、なのでパパパッと今残りのやつも切って綺麗に盛り付けたいと思います。はい、ということでじゃじゃん、盛り付けてみました。こんな感じですね。もう結構豪華な家庭のパーティーが開けそうな感じですね。でもキュウリとか、まあ、手巻きセットの余りですとか、そういったもので簡単にできますので、よかったらご家庭でトライしてみてください。もしこの動画よかったら、グッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。僕たちの励みになりますから。お願いします。今日違う人。じゃあまたね。